奴らに狙われたらどんな車両でも耐えられないわ。有効に使うわ。さあ、ここからの選択肢は2つよ。その基地を維持するか、そこの物資を全て奪うか。後者の場合、ハイウェイマンはもっと強力な増援を連れて戻ってくる。でももしまた勝てたら、より多くのエタノールを奪うことができるわ。今日はついてたみたい。まあ戻ってよかった。こんにちは。
お前がプロスペリティに手を貸してくれて助かる。聞いて、あんたたちはよく働いてくれてる。オールゼンドは見る限りもなくなった。ミッキーと私もクズを集めたり、詐欺団を撃ったり、労働力がずっとタダで手に入るように頑張ってる。でもたまにはゆっくり休むってことも忘れんなよ。気楽にね。この世界は私たちのもんなんだ。楽しみな。あんなにたくさん電気の照明が見えるとは驚いたな。いつもそう言ってるわね。私たちのものよ。双子をもう怒らせないことを祈るよ。双子にはもう会った。奴らが厄介で。車両のメンテナンスができるよ。私はよく夜に家を抜け出してた。車用の下みたい。親から聞いたんだけど、ここはフォールズエンドって呼ばれてたみたい。ここのおかげでみんな顔見知りだったみたい。
まだ生きてる。奇跡ね。このガレージを取り戻したことを早くみんなに伝えたい。ガレージを取り返した。警報がつけられたからすぐ精鋭がやってくるわよ。悪党がそこに。あらあら、ロケットランチャーを持った間抜けの登場ね。
正直バンカーの中なんてもう一丁見てた。
マスク野郎どものせいでクタクタだ。奴らが現れる前に腹を満たすのがやっとだよ。もう何でしょう。お前についていくよ、キャプテン。きっと大丈夫だ。どうも。どうも。こうなってよかったんだ。修理にかかるんです。そうね。足は濡れたままにするな。腐敗物が血に入るだけで死んじまう。大事なものまで捨ててしまってないといいんだ。恥ずかしい。もうホールゼンドを元に戻すことはできないが、取り戻せてよかった。双子に注目されてるらしいな。同情するよ。必死に待ってやってきたが、その価値はあったな。そのことは本当に残念だったな。ここもどんどん良くなってきた。感謝してるわ。どうも。本気でここを築き上げないと。列車事故で友達を亡くしたんだってね。キム、聞いてもいいかな。みんな乗り切ってるんだろうな。列車のことは本当に残念だったよ。ボロボロだけど、それでも嫌だわ。